悪は許しません。 この男、かなりやるわね。 ふかしていたが、子猫のように、おとなしく待ってるぜ。相変わらず調子が良さそうだな、ソワリ。はい、偉い野郎か。<笑>何とでも呼べばいいさ。キングデュークからだ。こいつらを倒せば、デュークと会えるんだな。そういうことだ。ただし、相手に負けるか、お前の仲間にこのことがバレたら、交渉は決裂だ。 目標確認。命の駆け引きを知らないようね。ラウンド1、ファイト。 抜けてくれ。ふかしていたが、子猫のように、おとなしくなってるぜ。いい働きをしてくれて嬉しいね。どうだい、俺と一緒に組まないか。いいコンビになれるぜ。考えておいてくれ。次はこいつだ。さっきの話だが、本気だぜ。 ラウンド1、ファイト。
期待してるぜ。 任務でね。 悪く思うなよ。 無謀と勇気ってのは違うもんだぜ。 Round 1 Fight! あんたの喧嘩は惚れ惚れするぜ。ハイエナ、分かってんだろうな。あんたの大事な兄貴には近づかねえよ。俺を信用しろよ。 頑張っていきましょう。 Round 1 Fight! Round 2 Fight!
受け抜け噴火していたが子猫のようにおとなしく待ってるぜ。すまねえ、後をつけられた。どういうことだソアル、何か隠し事をしているようだな。口では言えないか。ならばこの方法しかないな。たまには兄弟喧嘩もいいんじゃない。久しぶりにお前の実力見せてもらおうか。行くぞソアル。ラウンド1ファイト。どうなることかと思ったぜ。兄貴に見つかったのはなしってことで、いよいよだな。リュウコは旧市街墓地にいるぜ。お前ともここまでだぜ、ハイエナ。兄貴にちゃんと説明しておけ。待たせちまったかな。女の子たちがなかなか話してくれなくて困ったぜ。さて、さっさと決着つけようぜ。あんまり遅くなると兄貴に殴られるからな。調子のいいやつだ。ハイエナがお前を気に入るのも分かる気がする。だが、俺はおしゃべりな男は嫌いでね。永遠に黙らせてやる。Round 1 Fight! Ah! Round 1 Fight!
なかなかやるな。正直ここまでやるとは思ってなかった。しかしここからは本気で行かせてもらう。ラウンド2ファイト。兄貴になんて説明するかな。消えちゃいましたって信じてもらえねえよな。実はデュークはドラキュラだった。コウモリになってバタバタと通用しねえな。ハイエナのやつちゃんと説明しといてくれよ。やっぱ兄貴が一番怖いぜ。